最後に、ご自身が東京都議会議員となったときに最も実現させたい施策について述べてください。はい。私が東京都議会議員になって一番にやりたいことは、働くルールを東京から作っていくことです。安定した雇用を増やしていくことです。この1年豊島区内を歩き回って驚いたことがあります。今年金者の親御さんと一緒にお子さんが住んでいる家庭が多いんです。ある70代の女性からは、うちは私の年金と派遣で働く娘のお給料でなんとか2人暮らしていると訴えられました。今2人に1人の若者が非正規雇用で働いています。その8割が年収150万円ないと言われています。年収150万円ないということは、月のお給料13万円もらっていないということなんです。これでは結婚や子育てどころか自立さえできません。今こそ東京都が働くルール確立し、働く人たちが安心して自立でき、望めば結婚や子育てできるお給料を保証していかなければなりません。私はそのためにまずはじめに労働相談センター抜本拡充を求めます。違法な解雇、サービス残業、新卒社員使い捨てにするブラック企業、こういうひどい働かせ方、辞めさせる力を持っているのが東京都が持つ労働相談センターなんです。猪瀬知事は働き方が過酷な今なのに、この期間縮小しようとしています。今こそ抜本拡充で違法な働かせ方、ブラック企業、東京からなくしていきましょう。合わせて私は東京都の職業訓練校拡充のために力を尽くします。すでに2人に1人の若者が非正規雇用で働き続ける一方で、中小企業では若手の社員が少ない、新たに雇い後継者として育てていきたいと取り組んでいます。しかしなかなかうまくいっていません。東京都が間に入り、正規で働きたいと願う方が必要な技術身につけ就職する、丁寧な就職支援、職業訓練の応援やらせていきます。そして最後に、地元の中小企業応援のために力を尽くします。都内の事業所は9割、働く皆さんの6割が中小企業、商店で働いていらっしゃいます。東京でも豊島区でも経済の土台は中小企業です。にもかかわらず、今東京都がこの経済対策として一番に力を入れているのは、外国の大企業を呼び込むための大型開発です。長引く不況で営業は大変なのに、地元の企業への応援10億円も減らしてしまいました。今こそ地域経済支え、地元で雇用を守っている企業をもっともっと応援していくべきです。ここ豊島区内で、東京都内で雇用を守ることができれば、若者にとって希望になります。安定した雇用の確保は社会保障の財源保障します。社会保障を立て直し、賃金引き上げ、東京都が進めていくことができれば、内需を活発にし、長引く不況抜け出す展望だって持つことができます。ですから私、米倉春菜は、ここ東京から働くルール確立し、安定した雇用を増やしていくために全力を尽くします。私は今まで、今深刻な若者の就職難を解決したいと活動してきました。私が大学を卒業したのは3年前、ここ数年で一番就職内定率の低い年でした。クラスメートは40社50社受けても内定が1社も出ない、心が折れ、何人も引きこもりになってしまいました。今就職活動がうまくいかず、自殺をする若者が急増しています。私はこうした就職難、今の就職活動のあり方おかしい、なんとか解決できないものかと、都内の大学生と一緒に運動を始めました。徹底的に
就職活動している学生たちの声を集め、政府や厚労省に届け交渉してきたんです。何回も何回も働きかける中で、ついに日本政府に就職難解決していくための関係者の協議会設置させることができました。私はこの経験通して、声を上げれば政治は変えられるということを実感したと同時に、この若者の就職難解決していくには、今の日本の働き方、長時間過密労働、そして本来正規で雇うべきのお仕事を派遣や契約社員で置き換えている、この働き方見直さない限り解決できないんだと痛感しました。ですから、いよいよ都議選で議席を勝ち取り、働く皆さんの声、就職活動で大変な思いをしている学生の声、都議会に届け、働くルール確立のために全力を尽くします。